はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。ちょっとね、このルールね、こういう相手の座礁がイベルみたいなのに、レジ力がめちゃくちゃ強いと思うんですよ。なんでレジ力持ってきました。ただ、言うてね、グラードン、ゼクロム、無限ダイナは結構きつくて、特にね、僕無限ダイナ使った時、無限ダイナでレジ力見れてたから、まあ、そこがきついんだけど、逆にね、座礁がイベル抑えれるんだったら、僕のザシーベルがまあまあ通せる雰囲気あると思うんだよね。選出しなくても、相手の選出結構歪むんじゃないかな。ただ、ランドは割と出したい寄りかな。何から来てもランドから入ると割と動きやすいから、ランドから入りたくて、エレキ、上3体で来るならね、エレキめちゃくちゃ刺さるんだよな。ただ、上3体怖いんだったら、下3体はまあ、ランドがそこそこ強めなのと、ザシャンディーかな。ほうはちょっとな、役割あんまないしな、まあ、ザシャンで頑張ろっか。レジェルキに大魔切ってもいいかな。ただゼクロムに起点にされるのめちゃくちゃだるいから、ランドロスでこっち有利のサイクルにしないと多分辛いんだよね。ただね、ザショガイベルはねめちゃくちゃレジェルキが辛いから、この3体を選出できたら多分エレキで勝てるんだよね。オーガから来る。これまあ、助け盾にあれかな。ダイアイスとか打たれちゃうとちょっと話変わるんだけど。助け盾にエレキ引いて、電気技ぶちかましに行っていいかな。まあ、釣ってもいいね。二手目で。まあ、トンボで削ってからでいいかな。オーガはとりあえず削っとかないとちょっとどうしようもないから。ダイマックスしてないなら、まあ、安心してエレキ引きでいいかな。まあ、タスキいきなり潰れちゃうのちょっと重いけど。はいはいはい。こいつやばいだろう、マジで。まあ、レジェルキはタスキ以外で多分使いようがないと思ってて、ここなんだよな、問題は。裏から出てくるやつ次第で、すごくね、不自由な立ち回りを強いられるんだけど。まあでもサンダープリズン押したいかな、割と。ワイルドボルトはちょっとないでしょ。まあ交代できなくすんのが偉いか。引いて、グラードンちょっとやめてほしいな。グラードン。でもこれなら、ランドロスが割と今のところ、ぶっ刺さってるよりで、エレキ残したいかな。ランド引きで、まあ多分だけど、グラードンって割とどの技もそんなに命中安定しないけどな。でゼクロムは困ったら多分雑誌のジャレと石化とエレキの神速で気合で倒すしかない。あ、一応エレキがあれか。ダイアタック上から撃てるっちゃ撃てるか。あんま当てにできないな。とりあえず多分グラードン削ればね、レジギ独断場なんですよ。威嚇入る。で、ランドはまあ耐久振ってないからあれだけど。これはまあザシアンで返すしかないかな。ここ一発多分耐えるから、地震か何かで切って、あ、ただ威嚇入ったグラードンでダイマックスするのはめちゃくちゃ、まあナックルとかなのかな。でもそれならね、ランドが一目で結構残せるから、あ、オッケー、それはいいかな。オッケーならまあ僕ランドでダイマックス切ろっかな。ただね、ウォールがない、搭載できないのがちょっとね痛いところなんだけど、通る技ってさ、ナックル、バーン、で、地面、岩みたいな感じだと思うから、まあ、バーンさえケアできればね、割と正直いいんだよな。雪崩打つ。晴れターン。だからロック打った時全然削れないよな。まあ、さすがにジェットか。ダイマすれば多分さすがにここから2回耐えるんじゃないかな。で、グラードンを削り切ると、エレキでワンチャン勝てる話があっ
データ、まあ、イベルのフイとザシャンの石化がね、タスキまで行ってるからきつい。だそういう意味だと、グラードンあたりから入ってくるかなと思って、オーガから入ってさ、エレキと当たるってグラードン引いて、まあ、グラードン引けるからいいかってなるのか。グラードン硬すぎていて、ここまで硬いか、こいつ。あー、嫌な技持ってるな。ただこれ次のフォロー僕耐えるっしょ。ジェットジェットジェットで飛ばしきれないかな。バーンもちょっと怪しいかな、耐えるか。いやー、まあでもジェット連打するしかないか。フォロー持ってると思わなかったな。一番嫌な技持ってた。いやー、これ次で落ちるか怪しい。てか多分落ちない寄りで。ロック、はいはいはい。結構きつい寄りになっちゃってて。まあロック飛んでくるならね、雑誌投げたかったけど。フォローのタイミングも雑誌は投げたかったけどな、割と。ちょっと多分これ耐久振ってるんだよな、まあ、ジェット連打するしかないか、さすがに。想像以上にグラードンにね、ダメージが通らなかった。まあこれはしょうがなくて、ただここザシアンで取った場合だよな。あー、ザシアンからしかないか。ロック食らってるし。ここはいいんだけど、問題は次で。オーガが出、いや、でもオーガはちょっと削れてるから大丈夫。まあ、詰めれるんじゃないかな。裏次第だけど。ここ巨獣からで。引かないよね。そうだよね。で、相手がザシャンいた場合、まあ、石化なければ、あれなんだけど、石化入れるよなぁ。てか、こういう試合に限って石化持ってるからね。まあ、石化なしで技範囲広げる方も結構強いと思うんだけどなぁ。オーガから来る。ワイボの反動を食らうの嫌だか。じゃれ石化とかで倒した方がいいかなぁ。裏、まあじゃれ打つしかないか。あ、オッケー、余計のでか、めっちゃでかい。僕だけが得する世界になったわ。スカーフか。スカーフの根源の反応多分一応耐えてたと思うんだよね、ザシアン。オッケー、ラストゼクロム一応ダメ系するか。音源ね、まあ乱数だね。普通に 50% で落ちてた話もあるけど、まあラストゼクロムなら多分僕無条件でせ、ジャレ押せるから、まあこれはさすがに勝ちかな。耐えてれば。耐えてなければ負けてました。まあ、避けたから勝っただけの試合になったね。別にそんなにデジ力が強かったわけではないと。なんかうまくいかないなぁ。はい。じゃあ、そのまま続けて、2戦目やってきます。レジェレキね、なんかさっきから何戦か使ってたんだけど、明らかにこいつ選出しない方がね、強くて、レジェレキじゃついていけないパワーの世界になっちゃってるってのもあるんだけど、こいつなんか、卓を無限に発生させるだけだから、なんもなんかね、いいことないんだよね。だから、まあ、レジェレキはね、選出するまでもないと、構築にいればそれでいいっていうことにして、やっていこうと思います。初手イベルが割と安定なようには見えるけど。イベルザシアンランドロスでいいかな。これで問題ないと思うけどな。エレキ、いや、あいつ絶対これグラード投げるから、この選出いいはず。だ、初手の電気玉のやつがちょっと鬱陶しいな。それだったら僕ランドから入りたいんだけど。ただなんか結構なんかね、オーガから入ってくる輩が多くて、
で、エレキにはグラードンの私で対応できるから、まあ、オーガから入るっていうグラードンオーガ選出をするやつがめっちゃ多いんだよ。だそいつらを全部イベルで芝こうって考えてるんだけど、僕も学習するからね、少しぐらいね。韓国語だからわかんねえわ。あ、オッケーオッケー。あれってオッケーじゃないわ。いや、オッケーだったわ。いや、いい、オーガから入られても、グラドンから入られてもいいように僕イベルから投げてるから。で、問題はね、嫌なのはここのダイマックスと、ザシアン引きと、ザシアン引きも鬱陶しいんだよな。あと、電気玉投げつけるがマジでバカ。食らうとめちゃくちゃ切れそうになるからな。いやでもね、こうね、こう普通にアタッカーでなんかダイマックスしてくるやつもいるから、本当にね、信用ならない。マジで。まあ、ダイマックス切るのがいいかな。電気玉投げつけるだったら、普通に暴言吐いて終わればいいや。いや、言うてもね、ランドザシアンね、ダイマックスなしでも戦えるスペックがあるからね。それでいけると思ってるよ。ちなみにこの動画サムネレジエレキになってると思うけど、詐欺だわ、普通に。いやもう本当に僕真面目に強いと思ってたんだよ。ランドザシアン、イベルタルに、あ、ランドじゃないわ。オーガザシアン、イベルタルにさ、全部にこう、打ち合えてさ、いいなって思ってたんだけどさ、なんか話違ったわ。おい、投げつけんなよ、マジで。あ、ガンプはまあいいね。で、ステロマイト終わってくれるぐらいだったら全然文句ないけど。急所は違うわ。まあまあでもいい。一番、ねえ、これだったら僕裏にさ、レジエレキ置いたけど、ってか、なんで引かないの？イベルに対して。どう考えてもさ、それ僕が裏にレジエレキ置いてた場合のことを無視してるくない？ステロマックからいいってこと？こうなるから僕このルール嫌いなんだよな。対面的にしかみんな動かなくなるからさ。そんなのさ、その先にどうなるかを考えないバカがさ、目の前見て適当にボタンポチポチ気分で押してるだけじゃん。そんなにが面白いんだよ。ゼクロムーン。これはまあちなみに僕、フイと石化まで込みで処理できるから、ダイマックス切ってきた場合はまあ、あーでもジェット打ってくるな、その時。あ、一回アクでいいね。ボールから入るか、ジェット押してくるかなんだけど。どっちみち僕、ランドロスで多分これケアできるから、いいかな。あー、てか裏にゼクロもいいんだったらあれか。これ相当相手さ、レジ歴で熱い戦術になってれば逆に、今気づいたけど。みんなサイクルしなくなったせいで、やっと今気づいた世界なんだけど。あ、オッケー。レジ歴、頑張ってるね、意外と。あ、第3弾打ってくるんだ。じゃあまあ、ここ雑誌案で取りに行った方がいいかな。相手ダイマックスないとはいえ、イベルが出てくるとめんどくさい。ランドで技固定したくないから。まあさすがに雑誌投げればいいね。ジェット切ってるんだったらまあサンダーから入るか。こうジェット打たれるとね、きついんだけどまあ、ダイマックスがちょうど切れて、フイ打って雑誌案で最後せっかく締めればいいっていうルートになるから、さすがに多分届くと思うんだよね。フイとせっかくこの HP に入れば。怪しいわ。さすがに居住だよな。180の100でしょ。ちょっとなんか居住、でもじゃれ外すと嫌だからさ、普通に打ちたくないんだけどさ。打たなきゃいけないかもしんなくなってるわ。あ、なんかワンチャン落ちないかも。じゃれ押そう。さすがにこれは落ちると。で、問題はこの後なんですよ。いや、マーシャといっても結局ランドがスカーフだから問題ないわ。雑誌で一発ぶん殴って。もう韓国語読めないからやめてくれ。マーシャといった。これはさすがにまあランドいる僕が。
マーシャドウ多分法王とザシアンとラッキーに強いっていう、僕結構マーシャドウに不利な構築になってるから多分出してきてるんだけど、でも相手この選出してたらさ、それはイベルめちゃくちゃ重いよな。ザシアンいないと、あのね、不意まで入れるとね、ザシアン以外に対する性能がめちゃくちゃ上がるからいいんすよ。不意打ち、不意打ちね、いやバンあった方がね、ザシアンに投げやすいんだけど、あのジェットバーンで処理する動きって結構不自由なんだよね。ザシアンに対してやってみたけど、あんまなんかうーんって感じだから、そうだったらなんかザシャンのせっかと合わせてさ、あの積んでくるやつとかのストッパーになれる範囲広げた方がいいかなとかって思ってたんだけど、好みと諸説ありそう。これは勝ちなんでね、回線切られたわ。ういー、お疲れ。いやレジエレキ、マジでレジエレキ、試合に出るまでもない強さをしてるレジエレキ、ジジイお疲れっす。